ミサス島をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。イスタンブールで2つ目の宿に着きました。今日はトルコ最後の夜、一泊だけの宿泊となります。階段上がってきたら2階には1部屋だけです。なんか鍵もらったけど鍵ついてたね。開けます、抜きます。あ、めっちゃコンパクトで可愛い。あ、冷蔵庫もあってポットもあって、なんかもう空いてるやつもあるけどいいでしょう、十分です。ベッドあって一泊なんでね。あ、めっちゃシャワーが、これはめっちゃびちゃびちゃになるタイプ。カーテンも何もないびちゃびちゃタイプです。でも一晩なんで OK です。ということでここに一晩泊まります。いや、びっくりした。なんかどこか最初分かんなくて、ホテルがで、ってクラクラしてたら地元の人に声かけていただいて、あのそこの白い建物だよって教えてくれて、扉開けたんだけど誰もいなくて、しばらく待ってましたら男性2人来て、予約してる？してるしてるって言って案内してもらいました。よかった。チェックインを済ませたので一人で近くのモスクに来てみました。朝行ったところとは違ってとても静かなモスクでした。観光地という感じではなくてとても気に入りました。はい、ミラポリス、今からちょっとトラムに乗って旧市街の方に行こうと思います。ただあのネット難民なんで、いろんな人に聞きながらやってみたいと思います。で、どこかで多分換金しないといけなくて、なんで ATM 見つけたら換金しようかなって感じです。やってみます。あ、カード使える。イングリッシュ、はい、あ、待って、わかんない。Why card or cash? カード。カード？ Yeah. Only one time. Excuse me, you can use credit card. Oh, pass. Oh, really? Oh, sorry. Master. Yes. Ah, can I? Is it speed? いけるの？いや。タッチ。OK! Thank you! あ、カードでいけたよ。取っちゃったけど、これ駅。トラム。面白い。あそこにもなんか大きいモスクある。すごいね。わかんない。いっぱい降りた。わかんない。うん。大変。ずっと乗ってたら逆行っちゃった。どんな飛んじゃ。戻ってる。戻っちゃってる。間違ってるよ。降りた。逆乗んなきゃいけない。うわ。欲しいんだけど、もう理解してほしくないのだけど、行くかな、どうだろう、めっちゃドキドキする。
乗り換えた方がいいって言われた。難しい。こっからどうで降りてここ来るの。電車戻ってった。バイバイ。あ、来ました。不安。めっちゃ一人不安。からどこ行こう。こっちだな。こっちで大きい通りを歩きたい。よし行こう。うわあすごい。ちょっと坂への絶望がすごいけど頑張って歩きます。ちょっと待って、この坂登ってきたんだけどさ、絶望が待っていたよ。見てよこれ、マジか。やるしかねえ。汗だく。坂登ったぜ。やばいぜ。でもなんかすごい全然雰囲気違う。なんか開けてる。はいはい。甘せたいやから。すごい。ここで交流したのはまさかのジョージア初日に出会った日本人カメラマンです。私がトルコに行く前日に、僕は今日からトルコですって連絡来たんですよ。わ、いただきます。冷やしたもうちょっと、もう一個氷入れた方がいい。あー強っ。これはね、終わりますよね。マジで素敵な出会いに乾杯してトルコイスタンブール最後の夜を過ごしました。この後ノマドニアの子たちとも合流してみんなでワイワイお酒を飲みました。やった、めっちゃ朝食、朝食イエーイ、めっちゃ嬉しい。食べます。トマトピーマンたっぷり。うん、熱い。うまっ、うまっ、あったかいし最高だ。いい朝食だわ。その後コーヒーを飲みにカフェに入ったら、なんと支払い現金のみ。現金持ってなかったら一杯おごってくれました。マジでありがとうございます。 Wi-Fi を使って無事タクシーを呼ぶことができて、無事イスタンブール空港に着きました。はい、無事チェックインしました。この機械でチェックインしたんですけど、パスポートを入れて席入力希望の席決めてやったんですけど、電話番号を入力って出てなんか違うんすよ、わかんないんすよ。なんかわかんないんすよ。なんかでも聞いたら、あ、これオプショナルだから入れなくてスキップしていいよって言われたんで、皆さんスキップしましょう。というわけでチケット無事発見しましたので、いつものようにのんびりしようと思います。初めての空港はいつ来てもドキドキします。いろんな装飾とかお店とか見るところたくさんあってワクワクしますよね。空港内で Wi-Fi を1時間無料で使えるパスを発行することができました。フリー Wi-Fi をゲットしました。面白いですね、あれね。1時間のゲットパスをゲットしました。後ろの人が、パスポートをまず通すのって聞かれたから、はい、そうだよって言って、私も今初めてやったのになんか教えていくっていう謎の行動が生まれました。めっちゃおもろい。とりあえず Wi-Fi ゲットしたからつながる、やった。そしてまだゲートが決まってない。ゲートついてます。あのですね、1時20分の飛行機なんですけど、ボーディングタイムが12時10分だったんですよ。1時間10分前ボーディングタイムで、私なんか Wi-Fi どこだろうとか
保安検査所を取るのとかにも時間かかりまして、でラウンジでゆっくりしようと思ってたんですよ。2時間以上前にね着いてたんで、空港には。で Wi-Fi ゲットして、でも Wi-Fi なんか繋がんなくて、でボッサボサで、ようやく Wi-Fi 繋がったと思ってラウンジ行こうと思って、まああの今回プライオリティパスをね私使ってるので、あのどこのラウンジが使えるかっていうのをね先に調べようと思ってネットをつなげたかったんですよ。ここに行く、すごいで繋がって、あここだと思って行った段階で11時55分とかだったんで、12時過ぎてたのか、からもういいやと思ってゲートに来たわけですよ。今の時間12時37分。コーヒーもワインも絶対飲めたじゃん。どういうことなの？ボーディングタイムさ、どんどん早くなってない？私カタール航空でも1時間前だったんだけど、でもゲート開いたの30分前とかなんだけど、どうなってるの？教えて。偉い人、コメントで教えて。優雅なラウンジタイムしたかった。いいけども、イスタンブールなかなか来ないなと思って。ラウンジ入りたかった。悲しい。コーヒー飲みたかった。ワイン飲みたかった。ワイン飲みたかった。ということで、ようやくゲートが開きました。飛行機に乗り込んで、ジョージア、トビリシへと帰ります。ジョージアに戻りまーす。トビリシ行きの飛行機はいっぱい。機内の安全ビデオ、毎回楽しみにしています。それぞれの航空会社の特色が出るので、いつも必ず見ます。無事に離陸しました。爆睡してやろうと思っていたんですけれども、機内食が出るということで目がバッチリ開きました。カラフルなご飯。我がペットゴマさんも大興奮でございます。ということで無事ジョージアに戻ってきました。ここからはまたジョージア編が始まります。トルコ楽しかった。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントたくさんください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。